プレゼントです。2度目もグダグダです。まあいいの、我々はほらグダグダセッションやる仲間でもあるから、グダグダなのはね、やりたいね、またね。まあこの楽しい雰囲気でもね、それがまたそのグダグダセッションでもそうだし、そうやって対話の時なんかもそうなんで、まあね、音楽仲間っていうのもあるんだけど、私たちはハマショーとかユニコーンとかが好きでね、でたまたまハマショーのお話をしたら、たくさんの方が見に来てくれて、このチャンネルがどんどん育ってきてる感じなんですけど、我々の仲も育ってるけどね、だなでね、お二人はまたそれぞれの音楽の推しがあるみたいなんだけど、まあでもその前にまず一つちょっと聞いてみようよ、その浜賞をどう思ってるかって。そうね、旦那千堂、もう僕の中では先ほどもね、この始まる前にもちょろっと言ったんですけど、やっぱりこうクールなイメージっていうのと、なんかこう新名バラード系の方の印象が、先ほども言ったんですけども、もう一つの土曜日とかあの辺のイメージがすごく強くて、まあカラオケなんかでも当時僕もちょっと歌った記憶なんかがあるイメージですかね。まあね、やっぱりテレビに出てこないから、そのね、ミステリアスというか、ベラベラ喋ってるイメージは全く皆無だもんね。だからそれがその渋い、サングラスも、ね、はい、あるから余計その渋いイメージが、定着しちゃってるのかな、同じほらサングラスキャラでもほら宇崎竜童さんなんかみたいに、役者さんで出てきて眼鏡外してたりするのも知っててね、あと奥様と一緒に出てると、奥様と一緒に出てる時にでも竜童さんは喋らないんだっけな、一人で出てると喋るらしいんだけど、まあ浜松もだから出る番組によってはよく喋る。渋谷陽一さん、音楽評論家のところに出てる時は結構よくしゃべる。もともとは一悶着して喧嘩もしたらしいんだけれど、でも一回こうなんて言いたいことを言い合って、それからなんか仲が良くて、割とこうという渋谷さんのラジオとか出る時はリラックスして結構よくしゃべる。まあ、ライブでもよくしゃべるんだけれど、なかなかねテレビに出てきてベラベラしゃべってることがないんで、まあどうしても結構 MC ではエロトークもするぐらい、そういうイメージ、そういうイメージないですね。だから全然ない、なんかこうやっぱり渋い感じ、硬派的なね。ちなみにすみません、僕もその辺の年齢的なこととか分かんなかった。おいくつなんですか今？70歳。あ全然バリバリね、まだまだいけますよね、70歳。先ほどのね、ジュリーから比べれば若いので、まだまだ。千春さんとかと同じぐらいですかね。じゃあ千春さんはもうちょっと下じゃない？もうちょっと下か、多分60後半ぐらい。そうだね。さだまさしさんが1個、浜松の1個下ぐらいかな、1個か2個ぐらい下なのかな、今年70ぐらいなのかな。でなんかさださんの方が、この言い方してる、さださんの方が上に見えますよねやっぱり。まあもう70オーバーしてるのかと思いましたけどで千春さんはそこからまだもう少し若いんじゃなかったかな、違ったかな。まあきっと調べてこの辺にテロップが出るでしょうね、出したいと思います。さださんの方が上、全然上かまあね、それは見た目ですね。さださんも意外にロックな人だからね、歌はああいう感じかもしれないけど、性格はかなりロックだよね。借金抱えてね、なんか不滅の魂はやっぱり、なんか映画ですごい大損したっていうの、なんか朝まで生テレビの時になんか聞いた記憶があるんですけど、すごいなんかただひたすら借金を返すためにコンサートを続けていたっていうふうにね、まあ今はもう無事に返済終わってるらしいですけど、なんか中国の方のロケのトンコとか、そうですね、それですごいお金かかったって。でもそれに懲りないで、その後にもほらゲゲとかなんかねあったから、まあやっぱりそういう意味ではファンキーでロックな人なのかもしれないね、実は。ゲゲはね、ドラマ版は超良かったからね。映画版はダメだったんですか？ダメじゃないんですけど、ドラマ版のもう1話見て俺大泣きしてました。あれなんだっけ、あの人だよね、藤井、藤井、あ、そうですね、タイトルは違うんですけど、愛し君へっていうタイトルになって、菅野美穂となんだっけ、ベーチェット病だったっけ。あ、そうですね。そんな感じで、吉武君は浜松はどう？私浜松は嫌いですと18とか19の時に、その時よくつるんでた友達が大好きで、まあ、車で出かけるとなるとずっとそのハモショーがかかってたんで、その多分ベストアルバムだったと思うんですけど、もう結構聴いてた印象はあります。じゃあもう若い頃からね、じゃあ耳にしてたんだからハモショー。でもやっぱりなんていうか、片思い、またその友達がその曲好きでカラオケでも歌うし、車でも歌ってるしとかで、あと海ってイメージ。ああそうね、確かにハモショーと山のイメージはないな。山を歌ってる歌はあんまりイメージないもんね。海、圧倒的に海だよね。やっぱり広島の人だなって、それの辺はね感じるよね。まあ、サザンだってね、やっぱり山の歌を歌わないから、やっぱり海沿いで、ね、生まれて海沿いで育てば、やっぱりそれをモチーフにした歌は多いのかな。さっきの松山千春さんがやっぱり北海道の大地を歌ってるのと同じで、まあ、そういうふうにやっぱ生まれ育ったものっていうのは大きいんだろうね。稲葉さんなんかもね、なんだっけ、岡山の山の中だもんね。ね、だからそういうイメージがあるかと思いきやないよね。あんまりないよね。やっぱり横浜国大ね、だからまあ浜松も横浜ね大学だけども、やっぱり生まれ故郷のイメージか、浜松もだからその横浜のイメージっていうのは結構歌の中にもあったりするから、多分やっぱりそういうそのなんだろうな、どっかバックボーンになんかこう絵になりやすいものがある人はやっぱりいいよね。春日部、多分春日部生まれ春日部育ちだとなかなかそういうふうに。ね、春日部を歌うとやっぱりちょっと弱いですね。何もそもそも歌う題材がないもんね。まあチェリスさんみたいな春日部サンバみたいなのありますけど、でも昔はね、春日部塾から幸手塾へって日光街道をつないで宿場町だったんで、そこら辺を。やりますか、黒サビのオリジナル曲が出来上がるか。春日部奥の細道とか、なんかちょっとさ、宿みたいな。演歌でそうそういう感じになっちゃうね、どうしても。で、僕今思い起こしてみればですね、僕が今勤めて前の会社の時に。やっぱり有線ずっと流れてたね。有線がずっと流れてて、それで浜松さんのが結構流れてて、テレビ出られてないのに僕の中でそうやってカラオケでも歌ったりとかって印象があるのは、なんか有線で結構流れてたからだと思います。それだ、僕の場合はそれですね。そんな感じでしたね。まあやっぱりそうやって考えるとね、テレビに出てるか出てないかっていうのは大きいのかな。それはやっぱりそういう昔からこう出ないっていうポリシーとか考え方があったってことなんですか。まあちょうどだからそのロック路線に変わった時にね、少しテレビに出たりもしたし、それからそのカップヌードルの CM ソングやったりもテレビにちょっとね出たりしたけども、やっぱりそのなんだ、自分の伝えたいことがテレビではやっぱり伝えられない。でそこはやっぱりその拓郎さんが好きでね、まあ始めたところもあるんだろうから、そうするとメッセージシンガーとしての自分のこうなんか伝えたいものは伝わらないっていうのはテレビだとやっぱりそう感じたんじゃないのかな、きっと。まあね、昔はだと「ザ・ベストテン」とかもね、こう出らっしゃらない、出ないっていう方とかもいましたからね、そういうのがあるんですかね。まあ結構だからそうは言いながらも、ほらテレビ出ないって言ってたのに結構ね、後にテレビ出ずっぱいの人たちも、拓郎さんとかもそうですもんね。そうね。後にはまあ拓郎さんに関して言えば案外ミーハーだったってことが分かったからね、キッキキッズとか立てられてね、面白おかしくこう、まあでもそうアーティストを育てるっていう意味の役割はあったと思うんですけどね、拓郎さんの場合。でもすごいシャイなんだよね。実はそうやって浜松なんかと出てたチャリティーのコンサートは泉谷さんが企画したのであるのね。でそれに出てた時なんかもそうだし、広島でねやった時なんかのそのチャリティーのものにもやっぱり出てくるんだけど、浜松にしても拓郎さんにしても前に出たがらない、後ろに引っ込んじゃうすぐに意外に地味だし、地味っていうかシャイなんだよね、要するに。だから人がたくさんいるとなんかこうそのステージの上にね人がいると「いや俺はいいよ」ってだからちょっと引きがちの人なんじゃないかな。まあテレビに出ないとでもそれでもねやっぱりいろいろ勘違いされることが多いので、まあそれはちょっと今この話題をぶち込むと物議を醸し出すかもしれないけどね拓郎さんじゃなくて達郎さんの問題も今あったりするじゃないですか。でまあ詳細は実はよくわからないので、まあああだこうだね我々言ったところでしょうがないのかなとも思うけれども、まあやっぱり同じようにそのテレビに出ないっていうことからやっぱりどうしてもね勘違いされやすい部分はあるのかなとは思うので、まあ達郎さんとその浜松はまあ仲も良かったりするので、開放にねゲストで出てきて対談とかもしてたりするので何気に話が合うのかなと思うんですけど、まあ、今回ねなんかちょっといろいろいざこざに巻き込まれたのか、まあその渦中の人なのかはよくわからないですけれども、なんかここに前に今ちょっと言ったかもしれないですけど、だからアメリカの方の若者が今ニューミュージックとかがすごい流行ってる、達郎さんとかも本当にでカセットテープとかでなんか売れてるとかって騒がれてるっていうのが、でもアメリカのその若者にね響いてるって、うん、すごいな。だからやっぱり歌唱力とかその辺のやっぱりこう真似できそうで真似できない、まあなんていうんですかね、声っていうんですかね、美しさがあるっていうんですかね。でもこういう言い方しても失礼かもしれない。昔の方って皆さんなんかこううまいじゃないですか、特にこうボーカル面がこうバーンと前に出るような、そうね、美しいサウンドっていうのが今のアメリカのこうティーンエイジャーにね引っかかってるのかなっていう、こうどうしてもこう「ヨーヨー」みたいなその辺のが流行ってると思いきや、でもこう「Stay with me」「真夜中のドアを叩き」とかね、ああいうのもそうだもんね。その辺のとかもやっぱこう響いてるんですよね。まあそういうようなものっていうのはなんだろうね、日本人にとってもちょっとその懐かしさがあるけれども、やっぱそれがでも海外の人たちにもねそうやってなんかこう金銭に触れるっていうか、興味がね持たれるっていうのはまあやっぱり嬉しいところだよね。ちなみにあれですかね、浜松さんとかっていう誰の影響を受けてるとかルーツとかっていうのはそういうのあるんですかね、海外の方とか。今ちょうどね、今度秋のツアーでカバーアルバムが出るのね、その直前に。じゃあ自分の好きなアーティストの、そう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 、じゃあそれで分かるみたいな。そう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 で、実は3枚目なのそれが。過去に2枚出していて、で今回はビートルズ。やっぱりもうやっぱりっていうか、で曲の中に「俺の初恋はラケンロール」って歌う「初恋」っていう歌があるんだけれど、その歌の中でもそのいわゆるオマージュとして歌詞だったりメロディーラインがその中に入ってるんだけれど、やっぱりその10代の一番多感な頃に影響を受けたのはやっぱりビートルズなんだろうなって。でまあ解放なんかにも出てるんだけど、ジョンが好きなのかな、ポールじゃなくて。だから少しだからメロディーに憂いを含んでいるようなところはやっぱりそのジョンの曲が好きだからなんじゃないかな。ポールだとやっぱり明るくなっちゃうじゃない、だからその辺がやっぱりなんだろうな、浜松の中にもやたらポップなものってないもんね。そうね、だからそれ考えるとやっぱりそうなのかなって。まあね、ダンナッチなんか泉谷さんも好きだし、この間はジュリーも行ったし、結構コンサートもいっぱい行くし。そうですね、僕はもう昔はそうですね、結構まあ今でも好きですけどハードな曲が好きだったんですけど、ある年齢からやっぱりこうもういろんな音楽が好きっていうか、逆にいろんな音楽を聴こうみたいな感じになって、そうですね、いろんな人のアーティストは見るようにはしてますけど、でやっぱりもう皆さんもっていうかまあそうだと思うんですけど、やっぱりこう80年代に輝いてた音楽をベースにですかね、っていう感じですかね。そうね、やっぱ80年代っていうのは多分日本でもそうやってバンドブームでいろんなバンド出てきたし、で海外でもそのなんていうかないろんな音楽がちょうど MTV とかがね普及しの人気だったっていうのかな、でいろんなジャンルのバンドがねいたよね。それこそハードロックヘビーメタルもいるかと思えばカジャグだとかね、マドンナしかりマイケル・ジャクソンしかりダンサブルな感じのね曲も流行ってて、でまだその頃にはもっと古いようなものも話題になったりするから、なんだっけ宇宙のファンタジーの「アース・ウィンド・ファイア」とかね、そういうのだって結構あったし、当時あれですよね、だからイギリス勢がイギリス勢っていう言い方しても、イギリスの人たちもこう結構それでねトップな人たちもいるんで、でもみんな80年代はなんかこうアメリカを目指したみたいな、アメリカ進出に向けてみたいな、ピンク・レディーもそうですよ、ピンク・レディーとかもそうなんですけど話が全然飛んじゃいましたけど、でもこうなんかアメリカね、でもあれなんですよね、あの頃ってやっぱりこう英語、アメリカなんでもちろん英語なんですけど、英語の歌詞で歌えなくちゃとか勝負しなくちゃで発音がダメだからとかって打ち破れた人たちも多かったと思うんですけど、でも今違うんですよね。今はもう逆にアメリカ向こうの人たちが逆に日本語を覚えてもらって日本語で勝負してもこう受け入れられる良き時代になったっていうのがすごいポイント高いと思う。日本語で歌ってたりするのね。夜遊びがね。はい、そうですね。あ、要するにもうそのアイドルの曲で僕ノックアウトされまして、まあプロモーションビデオもアニメでね、アニメチックで。星の子の主題歌。あれはすごい。夜遊びはだからフロントマンの2人、まああの2人が夜遊びなんだよね。でもバックでギター弾いてるのはアッシュっていう。あの人もね、そのなんだろうな、ギターチャンネルじゃないけど自分のね YouTube チャンネル持ってていろいろ解説してくれるんだけれど、まあなんだろうな、若いのになんだろう味があるっていうか、まあ本当にねベテランの人たちに負けないような感じするんだよね。まあ音もいいし、まあテクニックもね、別にその早弾きをするとかそういうようなそのギターヒーロー的なのとはちょっと違うのかもしれないけれど、でもなんだろうな若くてもその醸し出しているそのなんていうかな雰囲気っていうかながやっぱりなんかすごいなって思うんだよね。だからやっぱりまあそのどこを目指してるのかっていうのがその特別その海外を目指したわけではないのかもしれないけれど、でもきっと根底にあるのは音楽にジャンルはないとみんな思ってるから、そうやって日本語で勝負にいってるっていうところがすごいのかなって思うよね。やっぱり英語で歌わなければいけないっていうようななんか思い込みがどっかにあったのかもしれないけれど、やっぱアニソンがね、それをね、パフィーなんかも結構ほらアメリカ進出してうまくいってたじゃない、ハイパフィーだっけで番組なんかもね、まあアニメのキャラだけれども、でもまあ実際のねパフィーが元になってやってたわけだから、そういうそのなんだろう、日本のポップカルチャーっていうのはやっぱり独特で。海外で受け入れやすくて、それがきっとその日本の可愛いっていうのがやっぱりね海外でも受けたんだろうし、まあ残念ながら日本のかっこいいがなかなかね海外にはちょっと伝わりづらいのかもしれない。だからほらジャニーズも今ね結構なんだっけトラビスジャパンだっけとかストーンズなんかも行ってんのなんか結構やってるみたいだけど。なんだろう韓流の人たちもほらかっこいいって言えばちょっとやっぱ可愛い感じのねなんだっけいろいろいるじゃないざっくりだってわかんない超特急じゃなくてちゃんだっけなんかいたよね BTS とか BTS あそう BTS もそうだよね。だってもう昔の人たちじゃないじゃん、東方神起の時代じゃないでしょ。だってだから彼らもほらかっこいいって言えばどっちかと可愛い感じの昔のジャニーズのねイメージがやっぱり逆にその、ね、向こうでやっぱり受けてるのかもしれないから、まあ、それで遅ればせながら日本からもねってるのかもしれないけれども、やっぱりそのなんだろう、ガタイのでかい外国人から見ればやっぱり日本人とか東洋の人はやっぱ可愛いっていうイメージがあるのかもしれないね。でもそういう下地があって、ね、アニメがあってでそうやって日本のね良さが少し評価されて、まあ、さっきも話してたそのシティポップ日本のがやっぱりこう注目されるところはあるのかなって。でもすごいなって思うのはその日本のシティポップをなんかこうほら DJ の人たちがそのまま流すんじゃなくてちょっとダンサブルな感じにして使ってたりしてね、向こうの人は要するに踊れるかどうかっていうのがねなんか大きいみたいだよね。だからちょっと我々がこうヘッドホンとかイヤホンでしんみり聴いてるんじゃなくて大きい会場でねこうDJ のもともとのアップビートな感じのとその日本のシティポップスを合わせてちょっと踊れるような感じにして流してたりとか、まあ、逆にムーディーな風にしたりとかしてやってるのはまあすごいなって思うんだよね。でもそうやってねなんかこう一つ合わせてあげれば外国の人の心にも響くんだなって思えば、まあやっぱりチャンスはきっとあるんだろうし、まあ、それを感じ取ってそうやってYOASOBIとかもね海外進出したんだろうから、まあ、だからそうやって考えると我々はほらハードロックやってたからラウドネスとかねもうアメリカ進出してますよね。あとXジャパンとか、うん、進出したけどもう一つ夢破れてるみたいなところが、ね、あったからね、うん、まあそれでもいまだに海外で評価されてるっていう意味ではラウドネスはやっぱり、うん、ね、ヨーロッパのロックフェスなんかもね、うん、結構行ってるもんね、うん、でまあラウドネスが出てきたから人がいなくなるってこともないし、うん、実際にねアメリカではねポール・ウィルバートみたいに、うん、高崎明にね影響を受けた人たちもいるわけだから、まあそれはそれでやっぱり評価しなければいけないのかなってね。ちなみにそのミスター・ビッグがねフェアウェルでね、うんもう活動を休止してしまう、はい、ね、ポール・ウィルバート率いる、うん、面白いのはミスター・ビッグがフェアウェルで来るなと思ったらなぜかエクストリームも、ねねね、ニューアルバム出してやってきてっていうね、うん、なんか2つのバンドは結構同じ頃にやってくるっていうのが多いよね。ちなみにマユと出会った時は最初に会った時にエクストリームのコンサートのチケット持ってて誘うかどうするか迷ったんだけど誘わなくて正解だったんだよねそれは、うん、そうその後初めて連れてかされてカルチャーショック受けて、うん、みんなあの頃だからもう80年代後半ですよね多分、うん、おそらく、うん、80年代後半から90年代にかかる頃にエクストリームとかミスタービッグとかが、うんうん、バーンってこうちょっとこうハードな路線からこうちょっとこうバラード系も一気にこうのし上がってきたみたいな感じの時代でしたね。そうだからミスター・ビッグが割と王道な感じがしたけど、エクストリームは何気にそのファンクっていう言葉をねキーワードにしてたからちょっとダンサブルな部分もあったからね、まあそれにクイーン好きっていうねメンバーがそういうところもあってなんかちょっと他とは違うなっていうところがあったかな。まあねスーパーギタリストがいたっていう意味ではあるのかもしれないけど。でもね、そのヌーノ・ベッテンコート、そのギタリストのは何気に活躍してるよね、うん、なんだっけアメリカのフットボールのショーがあるじゃない、ハーフタイム、うん、あれで誰だかその歌歌ってたのは誰だか分かんないんだけどそのリアーナとかいろいろいるじゃない黒人系の人、うん、あの人たちの誰かプロデュースか曲を提供したのか分かんないけどそれでギタリストとして登場してるんだよね。もともとほらなんだっけ名前ですか？そうそうそうマイケル・ジャクソンの妹ジャネット、そうジャネット・ジャクソンの曲も確かプロデュースかなんかしてるんだよね。だから結構そういうなんかつながりがあるのか、まあそういうファンクなヘビーギタリストっていうのとしてやっぱりそれなりのこう地位を築いてるんだなって。だから必ずしもヘビメタファンとかね、そういうファンだけがヌーノをベッテンコートという人を認識してるわけではないんだなってとこは、まあさっきのラウドネスじゃないけれども、もともとねレイジーだったとかってことを考えると、まあどこにどういうふうにこうなんとかな音楽のチャンスが転がってるのかよくわかんないなっていうのはあるよね。案外だからさっきその今ルーツの話があるけども、ルーツがどこにあるのかっていう感じので、何に影響を受けたのかっていうのは面白いなって思うね。で細い数はどうですか？私が言ってた。もともと兄の影響でビートルズから入って、あとアバとか、あとサイモン・トガーファンクルとかっていう流れから、まあフォークソング、それと並行してフォークソングの方も結構好きで、でその後安全地帯激ハマにしたんですよ。もうそこからずっと安全地帯ですね。やっぱり80年代後半デビューしたのって80年代中盤から後半ぐらいですね。そうだね。ぐらいで、その時エンドレスっていうライブを安全地帯がやって、そのライブアルバム聴きまくったから、なんか僕の中でも全部歌えるぐらい聴きまくった。やっぱり玉木さんのイメージがすごく強くて、他のメンバーどうだったっけってちょっとなんかそんな感じはあるんですけどね。やっぱりボーカル力が強いんで、スターダストレビューと同じでボーカリストが目立って顔にちょっと他の人の顔がちょっと浮かんでこない。でもずっと昔からの仲間なんでしょ、安全地帯ってね。みんな同級生、北海道でやってて、もう本当に何だろう、プロ志向が高くて、北海道でインディーズでやってる頃から家をメンバーで家を借りて、その練習するためにそこでやってたらしいんです。それで誰の目に留まったのか、なんか一回プロの方がそこ見に来たりとかしてるらしいんですよね。決してだからあれなのかな、じゃあこうなんかのコンテストに出たとかそういうんではなくて。そういうんじゃないよね。なんかでこう優勝したとかってそういうイメージじゃないもんね。で当時って別にね、こう YouTube とかがすごいこう張ってねしてるわけじゃないから、なんか誰かの目に留まったとかそういうのじゃないと、こう一気にこうバンってのし上がるんだよね。だからもう活動してる中で話題になってみたいな、まあライブでねこうやって口コミでどんどん来たとかっていうのもあると思う。で井上陽水のバックバンドね、そこ強いね。もうそのバックそれをやってたっていうのは強いね。だからワインレッドの心と恋の予感は井上陽水が作詞してる。それがあって夏のハーモニーだっけなんかがデュオでやったりしてるんだね。まあ陽水さんは陽水さんでそうやってね、好奇心旺盛な人みたいだから、やっぱそうやって力のある人とね。もうそうやって考えるとその辺の人たちみんななんかこうテレビで出たがらないっていうか、あれですよね。なんかそういうルーツっていうの、ルーツって言いますかね。今ちょっとこの話に出てた人たちってなんか、まあ、一癖も二癖もあるみたいな。でもまあこうね、音楽のそういう今は普段の日本の音楽シーンを引っ張ってきたよね。まあやっぱりライブで培ったその実力は、まあ、テレビに出なくてもっていうところがあるのかな、きっと。まあ我々草のねミュージシャンも諦めずに懲りずにね頑張っていきたいなと思いますので、黒サビ同様ねプレさんも頑張っていきたいと思いますので、まあ、応援していただければ、特に春日部近辺の方はね、ぜひライブに足を運んでいただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。プレさんチャンネルでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。マツコさん。大丈夫、炎上しない